こちら親の井上、メンツなしドラなしとやや厳しい手配か、うん、まずはイピンから。続いては宮内、チューアンコだぞ。マンズが多い。あ、彼ね、サウスポーだから右から取った方がいいかもしれないね。ピンズでメンツできてましたね、うん、さらに続いてが前田。こちらもメンツはありませんが、ドラが両面、そしてニーツ、ソーズでメンツが、あ、これが形整っているようにも見えますが、魚谷さんいかがでしょうか、4社の手配は。そうですね、宮内さんとニーツさんがいい手配です ね、うん、ね、はい、はい。まあ、でも宮内さん確かにピンズで一目これでいいよね。いいですね。まあ、チューンがあるんで、役にも困らないですもんね、はい、仕掛けも自在と。ニーツも悪くない。いやいや、いいですね。くっつき方も伸びてきてるか、形がねできてますよね。あとは3色とかに変化するかですよね。はい、シュンツマスターの異名も取りますこのニーツ。あ、でも今ちょっと猫背になりかかってたね早くもなりかけてますか。いや、いい角度になってますね、ニーズ。ニーズさんはね、いい角度になってます。いい角度ですね。いい角度になっています。いや、角度はあんま関係ないんだよさあ、いいシャンテンですね。目いっぱいにしましたね。こう猫背同士だとどっちがより猫背になれるかみたいになってくるんですかね。というか宮内さん全然猫背じゃないじゃん。猫背ではない。もう圧倒的に今はもうこのキング、ニーズが傾いてますね。前田が霞んで見える。前田の傾き、この角度だ。下から下から舐め回すように見てくるぞ。前田の角度がぬるい。まだちょっと調子出てきませんね。ニーズはいきなりいい手ですからね。井上さんがあの姿勢よく見えますね。見えますね、はい、ただ確かにあんまこれ姿勢の対決ではないんだけど、はい、2人とも共通してるのは、のめり込みはのめり込むほど傾いてきますからね。それで分かるんですよ、調子がね。今はニーツの、ニーツがすごいですもの、うん、背景の赤の部分の量がすごい、もう、うん、あの宮内さん、パワーマンポンテントラマカトですね。おー、ほんとですね、ウッパーピン。はい、ポンするとウッパーピンなんですけど、まあ、ちょっと打点が物足りないってことですよね。うん、このチャンスは面前でなんとかいきたいと。あ、これで、あ、十分系ですね。パワーマンですか。ウーワン打とうとしてるんですか、これは。このままパワー、あ、9番ですね。ごめんなさい、パワーじゃなくて9番ですね。そうですね、これで目いっぱい、うん、よりポンしないっていう感じになりましたか。そうですね、これで両面両面っていう風に考えられるんで、はい、泣かずにリーチに行きたいところですかね。テンパイですが、まあ外すんじゃ、あ、1回取っといてのピンズの変化だね。あるいはドラのチーソー、スーソーを引くとタンヤオなどがある。あれ、これチーん、何引いた、あ、リャンワンか。ドイツ4つ、まだトイツ手は崩したくないので、はい、イーマンは切りたくないっていうことでウーマンでした、ね、うん、トンは2枚切れてて安牌っていう感じですか。さあ来た、リーチですね。パーマンポンテラズトラズがいい形になりましたね、うん、パーピンは、パーピンは手の内で4枚使われてますね。あとはニーツの変化の仕方によってはドラドラ、うん、パーピン1枚しかないんだ。ウーピン、あらららら、パーピン0でウーピンが1枚だけ、はい、これ押し返されたら怖いぞ。前田どうするか。ドラドラ、安牌と呼べるものは手の中にないですよ。じゃあ自分の都合ですね、もうね。ローマンパシンといった、ま、ただまだ出る可能性が結構あるウッパーピンですよ ね、 すね、はい、前田にしてもチーピンなどを引いてくると出そうですし。ニーツさんは受けましたか。ニーツは、はい、受けましたね。そうです。え、ラサイだよこれ。一発ツモ、うん、裏裏3006戦だ。すいません、リーチ一発ツモ、チュンドラドラ3006戦、ラスハイのウーピンあっさり積もった。まあ本人はラスハイとは思ってないですけどね、はい、いや、こちらから見る限りはすごい、とても上がりが厳しいかななんていうふうに思っていたところ、はいはい、上がんないかななんて雰囲気でちょっと見てましたね。ええー、びっくり。いや、これは本当にパーマンポンせずが最良の結果をもたらした。うん。